写真拡大。関西六大学野球大小第一の0計3第15日若狭スタジアム京都。大小大としてリーグタイ記録となる20連勝を達成した節目の勝利で偉業達成だ。先発した今週ドラフト候補最速149キロ左腕の橋本雄一投手、4年大垣日大が9年ぶりリーグ9人目となるノーヒットノーランを達成した。素直に嬉しいです。この日は最速で147キロを記録した直球を軸に変化球にもキレがあった。9回には医師からの支給で医師二塁のピンチを招きながらも安打を許すことなく勝利した。この日チームメイトの大西洋樹投手、4年大小大高と共にプロ志望届を提出。スタンドには阪神らプロ6球団9人のスカウトが集まっていた。10月17日のドラフト会議を1ヶ月後に控えた中での強烈なアピールとなった。